それでは今からポピパとアフターグロー合同で挑戦状に書いてあった4体の手下を探したいと思います。あー、それにしても怪盗ハロウィンって一体何者なんだろうね。もしかしたら正体はお化けだったりして、謎解きに夢中な私たちを連れ去るつもりだ。怖くなってきたし、やめとこうかな。いやいや、そんなわけないって。それに手下を探していくうちに怪盗ハロウィンの正体もわかるかもだしな。地図を見た感じ、ショッピングモールには2つあるんだよね。ジャックニャーランタンとカボチャシスターズ。私たちはジャックニャーランタンを探すんだよね。猫っぽいジャックオーランタンか。まあそんなにすぐ見つかるとは思えないし、根気よく探してみますか。こんなにたくさんジャックオーランタンがあるしな。猫っぽいやつ、猫っぽいやつ。あ、もしかしてあれじゃないか。まだ私何もしてないのに。トモエ、見つけるの早すぎ。私もだよ。それでそれで、何か手がかりあった？さっきのとは別の地図みたいだな。あ、それとメモ帳も落ちてる。え、メモ帳？おお、もしかしてそのメモ帳に次の手がかりが書いてあるんじゃない？早速中を見てみようよ。そのメモ帳はもしかしたら関係ないんじゃないかな。向こうも見つけたみたいだよ。地図とメモ帳があったって。メモ帳？へえ、こっちには何が入ってるかな。あ、一番上のジャックオーランタンに地図が入ってるよ。どこの地図かな。なんか見たことある気がするんだけど。端っこがギザギザしてるね。大きい地図の一部なのかも。絶対何かの手がかりだって。あっちの地図と組み合わせると何かわかるとかじゃねえか。アリサってこういうの結構好きなんだね。あ、いや、そういうわけじゃ。あれ、下のジャックオーランタンも何か入ってる。え、なんでこれはハンカチか。このハンカチ見たことあるよ。確かカオルさんが持ってるのと同じだと思うけど。瀬田さんのハンカチがなんでここに。瀬田さんのハンカチがあるってことは、もしかして怪盗ハロウィンってハロハピ？そうなのかな。もしカオルさんのものならハロハピだけど、でもなんでハンカチを置いていったんだろう。あれじゃない、怪盗が犯行後にカード残すみたいな。そうかも。ハンカチを置いていくなんておしゃれだな。私は違う気がするんだけど。つぐみ、もしかして何か知って。あ、見て、二人とも。あそこにいるのココロちゃんたちじゃない？ここにもないわね。どこに落としたのかしら。もう一回商店街の方探してみようよ。もしかしたら誰かが拾ってくれてるかもしれないし。そうね。それに美咲たちがもう見つけてるかもしれないわ。それじゃ商店街にダーシュ。あ、行っちゃった。リミ、追いかけよう。
り商店街のどこかに。ココロハグストップ。あら、かすみとともえだわ。ようやく追いついた。って、あれ、カノンさんもいる。そのメモ帳をずっと探していたの。え？ってことはもしかして怪盗ハロウィンはハロハピだったってことか。ん？怪盗ハロウィンは私たちじゃないわ。でも瀬田先輩のハンカチも落ちてたし。カオルくんのハンカチまで見つけてくれたの？よくわかんなくなってきちゃったよ。実は。もともと私たちも怪盗ハロウィンのことを調べてたんだ。そうそう、あれを見つけた心の思いつきでさ。で、その最中に私がメモ帳を落としたのに気づいたってわけ。そして不幸は続き、私のハンカチまで消えてしまったというわけなんだ。それじゃあハンカチはカオルさんのもので、このメモ帳はミサキちゃんのだから、怪盗ハロウィンには何の関係も。残念ながらないね。怪盗ハロウィンは私とは全くの無関係さ。そのメモ帳、歌詞の一部とか書いてあるから人に見られるのはちょっと恥ずかしくって。それでサークルで声かけた時はあんなに慌ててたんだ。そういうこと。でもまさかみんなも怪盗ハロウィンのこと調べてたなんてね。私たちは途中で落とし物に気づいたから全然探せてないんだけど。それじゃあこれからはハロハピも一緒に怪盗ハロウィンの謎を解明しましょう。任せておくれ、子猫ちゃんたち。この瀬田カオルが必ずや怪盗ハロウィンの謎を解き明かしてみせようじゃないか。カオル先輩。